こんにちは、みなりんです。今ね、めちゃくちゃ嬉しいんです。じゃじゃん、こちら何かと言いますと、ダイソーで購入できるシリコンの型なんです。ディズニーバージョン、すごくないですか？これ結構ね、最近に発売されているものなんですけど、めちゃくちゃ探したんです。普通ね、ディズニーの型といったら1000円ぐらいかかりますし、結構高いし、あんまり売ってなかったりするんですけど、ダイソーで買えちゃうんですよ。なんとこれがミッキーバージョン、ミッキーの顔と手があります。プーさん、いろんな表情のプーさんと、ハチミツ、モンスターズインクのサリーとマイク、最後にミッキーフレンズたちのね、小さい型があります。全部で4種類、どれも200円かな。これだけ100円かな、小さいのだけ100円で、他は全部200円です。200円。もう個人的に何よりも嬉しいのが、こちらのモンスターズインクの型、モンスターズインクの型って私初めて見ますし、ネットで調べても出たことがなかったので、こんなに安く可愛い型が買えるなんて。私初めてこちらの型のことを聞いた時に、ダッシュでダイソー行ったんですけど、どこも売り切れていて、なんだろう、10カ所ぐらい行ったんですけど、本当にどこも売ってなくって、もう諦めてたんですよね。それが昨日ちょっとのほほんって歩いて行ったらあったんですよ。タイミングが良かったんでしょよかった。もう本当に欲しかったんです。せっかくこちらの型を購入できたので、これを使って何か作っていきたいと思います。ん？バレンタイン用のケーキ作る？のんのん。私はですね、こちらを使って本日はスクイーズ iPhone ケースを作ってみたいと思います。めっちゃ簡単にできると思うので、早速始めてみましょう。まず用意するのが、ふわふわパフィーのセットです。A 液と B 液があるので、それらを混ぜて、型の中に入れるとふわふわってなってスポンジになるので、めっちゃ簡単です。今回どれ使おうかな。もうどれもめちゃくちゃ可愛くって、プーさん、いろんな顔があるのがいいですよね。でもやっぱり今回は私が好きなモンスターズインク作っていこうかなと思います。楽しみ。作り方はすごく簡単で、 A 剤と B 剤をはかりで測って一緒に混ぜていって流し込んでいきます。10対4なんですよね。じゃあまずは20、ギリギリ20、あ、21になってる。実はまだまだあるんだな。50ぐらいにしようかな。よいしょ、50。次は B 液、50だからこれは 20g。 あ、入れすぎ。入れて30秒から40秒ほど混ぜます。丁寧に丁寧に、細かいところまでよく混ぜていきます。いい感じで混ざったら、急いで急いで流し込んでいきます。これにしよう。結構ね、大きくなるのでこれぐらいでいいかな。細かいところまで行くように竹軸で、角の方のところまで液を移動させます。よしよし、じゃああとは待ちましょう。マイクはもう結構ぷっくりしてる。そろそろ固まったかな。ちょっといびつになっちゃったね。よいしょ。おー、マイクだー。できてる、できてる。サリーもできてますね。はい、というわけで何個か作ってみました。ちょっとね、失敗しちゃったのでやり直したりとかしてみたんですけど、これとかちょっと後ろが変になっちゃった。これとこれかな。めっちゃいい感じにできました。ほら、ちゃんとふわふわしてるスポンジなんです。かわいいよ、マイクだよ。じゃあね、こちらのスクイーズを使って携帯をデコっていきましょう。はい、というわけで100均で iPhone ケース購入してきました。開けちゃいましょう。これは普通のハードケースですね。これをこうやって、こうやったら可愛いんじゃないかなと。いいね。はい、じゃあ早速デコっていきます。マイクからデコろうかな。はい、というわけでいろんな絵の具を持ってきました。こっちはね、普通のアクリルの絵の具ですね。で、こっちが布用絵の具。布用絵の具を使ってマイクとかを色塗っていって、ケースはアクリル絵の具を使っていきます。マイクはやっぱりこの色、そして白と黒をちょっと混ぜて灰色。とてもシンプルですよね、色は。目のところ以外を全部これで塗っちゃいます。後ろの方はね、携帯につけちゃったら見えないんですけど、それでもちゃんと塗ってあげたいなと思って塗ってみました。灰色ですね。灰色を使って角をね、塗ってあげます。はいはい、じゃあこれは一旦横に置いて、サリー塗りましょう。サリーはね、これかな、ちょい緑。あ、緑すぎた。これは緑だわ。これもね、また目と角と口って何色なんだろう。ほうほうほう、サリーの口の中の色って青かなとか思ってたんですけど、普通に人間と同じでした。じゃあ口をちょっと裂けて塗っていきます。青と緑を混ぜながら塗っています。そして角は灰色。こんな感じですかね。で、一旦横に置きます。では次はアクリルの絵の具を使ってケースをデコっていきます。何色にしよう。サリーの方はもう決めてるんですよね。サリーのは全部ピンクにします。ブーの扉の色がピンクなので全部ピンク色に塗ります。
これは一度塗りじゃダメですね。何度か塗り重ねていくので、まずこれは1回目横に置いて、マイクの方はクリアにしようかな。クリアなんですけども、マイクの方はね、手足を描いてあげようかなと。ここに置くとして、足手があるようにしていきます。はい、薄くですけど描いたので、あとはこれを清書していきます。細くて見づらいので黒も混ぜていきます。こんな感じですかね。なんかこれだけで見るとちょっと怖い。2層でもちょっと弱いかも。3層塗ろうかな。はい、ではマイクに戻るんですけど、正直なんか色が濃かったので薄い緑にしていきます。思った以上になんか濃い出来上がりでしたね。でもね、ところどころちょっと濃い色を残しておいても、まあリアルっぽくなるんでいいんじゃないかなと思ってます。はい、こんな感じ。はい、ではここまで来たら次は目を描いていきたいと思いますが、多分ねレジンを使ったら綺麗になるんじゃないかなと思うので、レジンを使っていきましょう。手袋よし。では早速レジンを目の玉のところだけにつけていきます。真ん中に多めにのせて伸ばしていきます。効果つけてない。サリンも同じように目の玉のところだけにつけて、はい、レジンに一滴。はい、どうだろう、もうちょいいるかな。混ぜて、あ、まだいるまだいる。目の玉のところだけ伸ばしていきましょう。もう2滴ぐらい入れて、もっと濃い緑作りましょう。固めて、黒い絵の具を使って目の黒い玉のところを作っていきます。そっとそっと、慎重に慎重に縁のところも描いていきます。なんか正直今何やってるかよく分かってないんですけど、とりあえずレジンと絵の具を使ってですね、瞳の細かいところを再現しようとしています。ちょっとグラデーションを入れたりして、最後に忘れられないのは白いところですね。口のところでしょ、二重のところにちょっと影を入れてあげて、はい、こんな感じでいいと思うので、乾いた後に最後にまたレジンを投入、伸ばしていきます。いい感じになったらまた固めます。マイクの目完成。超キラキラ。同じような感じでサリーの目も描いていきます。サリーの目の色は青かな。これ自体が綺麗な目みたい。黒目の部分に、サリーの黒目って結構大きいんですね。もうちょい大きく描いて、ちょんちょん。レジンでサリーの鼻も作ってあげよう。は、固めて、もう鼻を塗って、目と鼻にレジンをつけて固めます。目が飛び出てる感じがいいですよね。これだけだとちょっと悲しいので、体も描いてあげようかなと。筆はちょっと縦に行くように意識します。こんな感じ。ところどころちょっと紫も入れてあげよう。だいぶサリっぽい色になりました。 DIY に集中しすぎ言えない DIY に集中しすぎちゃうとトークしなくなっちゃうんですよね。いい感じいい感じ、嬉しい。で、最後にこれだけだとペンキが取れちゃうのでレジンで固めます。ね、ここは薄く薄くやっていきます。使い捨てのブラシを使って薄く薄く伸ばします。最後にねキラキラとかのせようかなとか思ったんですけど、モンスターズインクってそういう感じじゃないのでやめます。もうシンプルにこれだけ固めて、固まってますね。最後にですよ、グルーガンがよく固まってから、いけるかな、お、いけるいける、よし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 じゃない、なんで。これでちょっと冷まします。こっちも同じように、ここら辺かな、できました。 iPhone ケース完成。しかもほとんど100均の材料、レジンで目を作ったので目がキラキラしてる。
早速ちょっと使ってみたい。ケースをつけてあげるとね、手足がもっとはっきりと見えるので可愛い。最後に最後にですよ、じゃじゃん、こんなもの買っちゃいました。なんとね、モンスターズインクの充電器。映画の中で叫び声とかをね、貯めていたものです。それが iPhone の充電器に。面白い。こうつけてあげると超モンスターズインクになります。めっちゃ嬉しいんだけど、これかわいい。プニプニしてるし。はい、もしもし。あ、なんだなんだ。うん、どうしたの。え、 B 組の佐藤くんがどうしたの。え、告白。はい、っていうわけで皆さんいかがでしたでしょうか。個人的にはね、めちゃくちゃ可愛くできたので満足です。プーさんの方とかミッキーの方とか他にもたくさんあるので、何作ろうかな。ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter と Instagram やってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。